昨日実家からカニがたくさん届いたんだ。へえ、羨ましいのだ。それがさ、本当に多すぎて冷凍庫と冷蔵庫にギチギチに入れてて、一人じゃ食べきれないから、今日の夜一緒に食べない？いいの？やった、嬉しいのだ。明日休みだし、遅くまで女子会ってことで。やった、じゃあ私お酒とか買ってくね。え、そんな気にしなくていいよ。僕も実家から枝豆が大量に届いたから持っていくのだ。本当に気にしないで、全然手ぶらでいいから。手ぶらで？うん、手ぶらで来てよ。準備 OK。 はい、お邪魔します。あ、お酒たくさん。本当に手ぶらでよかったのに。いいからいいから。はい、